ゆるパンダのネットの話題チャンネル、年末のご挨拶。早いもので今日で2023年も終わりですね。2023年もいろいろありました。少し2023年を振り返ってみると、岸田首相が異次元の少子化対策に取り組む考えを表明したり、闇バイトが横行したり、WBC で日本が14年ぶりに優勝したり、新型コロナ5類引き下げだったり、広島で G7 サミット開催や、LGBT 理解増進法が成立してしまったり、福島第一原発処理水海洋放出での中間の難癖だったり、ジャニーズ事務所の性加害問題が大問題化し、日本に多大な功績のある多くの著名人が亡くなったり、熊が猛威を振るい、おかしなクレーマーが出没したり、政治と金をめぐる問題で自民党に強制捜査が入るなど、いいこともあれば嫌なことも多々ありました。でもそんな2023年も今日で終わります。今年もいつも応援してくれている皆様のおかげで1年間動画を配信することができました。本当にありがとうございます。感謝しています。ここで皆様にお知らせがあります。年末年始の動画配信の予定ですが、ゆるパンダのネットの話題チャンネルはいつものように休みなく1月1日から毎日2本の動画配信となりますが、ゆるパンダの独り言とゆるパンダとグレーの二人言は1月1日から3日までお休みいたします。ご了承くださいませ。2024年も日本のためになれるような動画を精一杯作り配信してまいりますので、来年も引き続きゆるパンダのネットの話題チャンネルの応援のほど何卒よろしくお願いいたします。皆様、良いお年をお迎えください。